おはようございます。2月5日火曜日の高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けいたします。シリーズでファシリテーションのお話をしてきました。会議室の十二怪人のお話です。これは会議の魔術師という本になって世の中に出てます。もう出してから10年ぐらいに経ちますかね。楽天のビデオにもなってます。1万円を超えるですね、高価帯なので、なかなか入手は難しいと思います。今日はですね、12番目最終のコース、12怪人はですね、ゾンビ課長です。ゾンビ課長を持ってこのシリーズは終わりになりますが、あと1回だけですね、全体的な総括をしたいと思います。今日はですね、終わりの2つ目です。1つですね、気がついたのは、この私のマイビデオダイアリーはですね、全部で621本アップされてますので、今日はですね、622番ということになります。622、2日おきに発信してますので、まさにですね、2年以上発信してきたことになります。今日はですね、会議の魔術師の最終怪人、ゾンビ課長ということになります。ゾンビ課長はですね、必ずしもこのような課長とかですね、先回言ったヘドロ部長のような人がいるということではありませんが、そのような性格を持った部長や課長がいるということを想定してですね、ファシリテーターは会議を運転する術を身につけなさいということです。間違っても皆様がですね、ヘドロ部長やゾンビ課長になっていけません。日本はですね、善意の国ですから、90%以上そのような人はいないと思っていいと思います。ただですね、そのような怪人が潜んでいることを心してファシリテーターは会議を運転しなさいということです。はい、最後のですね、12番、ゾンビ課長というのはどういうことか、どういう課長かというとですね、ゾンビ課長はですね、徹底的に上司の部長の言いなりになります。言いなり、ひらめ人間ですね。上司に疎まれないためにわざとですね、バカの真似をしたり、仕事がわざとできないようなふりをしたりします。人間社会ですね、上司に疎まれると左遷されたりですね、排除されたりします。組織社会のですね、それはネックですね。上司に対しては容赦の芸に長けています。会社で生き残るためにはですね、おべっか、ごますり、近頃流行りのですね、忖度の限りを尽くします。そのような人が会議室には隠れてますから、心してファシリテーションをしなければなりません。なんでゾンビかというとですね、何度殺しても生き返る例のですね、映画に出てくるゾンビです。敵に回すと手厳しく反撃されますから、上手に対処するしかありません。じゃあ、その対処方法はどうするかというとですね、私はナレッジファシリテーションという技術があることをいずれですね、ご紹介したいと思います。ナレッジファシリテーション、ポストイットとですね、模造紙を使って匿名で皆様の意見を集め、方向性を定めていく方法ができます。ナレッジファシリテーションを使えばですね、ゾンビ課長とかヘドロ課長がたとえ隠れていてもですね、皆様から建設的な意見を集めて、きちっとした方向に皆様を誘導することができます。ナレッジファシリテーション、いずれですね、きちっとご説明しますが、今日は時間オーバーしてますので、この辺りで終わりといたします。